よし、今度こそ。しかし口なしは今やっといてよかったな。こい、スカラ、よし。バイキルトも欲しいな。バイキルト、バイキルト、すげえ、素晴らしい。インパス、インパスくれ。やった、インパスだろ、インパス。ザメハ、ザメハ、ザメハ、ザメハ。俺説明見ないからね、言っとくけど、ザメハ。装備しよう。いや、あのね、多分ね、ザメハは悪い腕輪だと思うんだよ。指輪だと思うんだよ。ほら、これだろう、これがザメハだろう。うん、いらん。ザメハは、おい、味方を眠りから覚ます呪文だったはず。FF4 の実況見てなかったら俺多分そのままつけたままだったよ。だから敵が眠ってるところに行っても敵が起きちゃうっていう指輪なんだろうな。うん、装備するなーみたいな、そういうコメントしてしまった方、落ちということで。そういう視聴者を魚でして 何の得があるのかという。で、別にそういう効果じゃなかったよみたいな。出発、オチがつかないことを祈ります。はい、よし、いいね。しかしな、ザメハの指輪だったら別に時の砂じゃなくてもな。時の砂やったおかげでよかった。もしかしたら最高の指輪がを失わずに済んだかもしれないみたいな、そういう展開だったら結構面白かったのに。あそこで時の砂はなかったらなくなってるところでしたよみたいな面白さがなくなっちゃったか。10回、そろそろさ、さまよう鎧出てくんじゃないか。よし、まだお前は怖い。攻撃力強えな、相変わらず。水色の草、あ、ちゃんと鑑定していくんだった。杖でも吹くか。いや、怖いな、やめよう。持てないな、でも。罠いらない、罠いらない、いらないもの捨ててこう、ちゃんと。よし、パン、腐ったパン、大きいパン2つあるし、パンの巻物も分かってるからいいや。こいつもうな、どうでもいいわ、もう経験値取るだけだもんだって。もう店がないからね、このゲーム。やべ、もう外せばいいんだよな。よし、外したら剣に行くとかだったら最悪だった。よしよしよし、相変わらず萌えキャラじゃないか。なんだなんだ、萌えキャラだったのか。やっぱりもうあいつに会って初めて俺は萌えっていうのが何か分かった気がする。嘘つけや、どんな覚醒の仕方。キバ、またキバか。キーバー、トレーディングカードゲーム。すいません、わかんないっすよね、そういうアニメがあったの。おう、逃げられた、イラスク。
様か。もう経験値も大してないからな、別にいいか。お金拾ってても。お、もう一歩進んでから外してもよかったな、別に。うわ、いらん、いらん。ああ、くそ、しかも装備してなかったから落としちゃったよ、盾を。ああ、ちゃんと階段に行く前に鑑定してな、忘れちゃう、どうしても。いや、いらねえ。金縛りは必要になるかもしれんしな。ミダバニソいらんな。ラリフォーの方が有利。ラリフォー使っちゃえ。ほい。よし。この回では絶対やるぞ。ちゃんと鑑定するぞ。よし、当たった。1、2、3。よし、ドッキしそう。今はいらない、満タンだ。おう、はい、ハゲ、このハゲやったね。今回もなかなか巣から出るね。もっとどんどん出てくれ。うわー、やめろー。ドッキしそうあるからいいや。一発、つえ、ドラキラつえ、ドラキーと呼ぼう、これから。ドラキーつえ。トルネコの大冒険ってさ、超ドラキーつえよな。全然通じねえわ、それ。すわさん、単にも飲もう。もったいないかな。よいしょ。く、つえな、ほんと。素早さの種が切れるまで死ななかった。で、他に敵いたら怖いな。ちょっと誰か来ないか。おお、呼んじゃった。危ない危ない危ない。外して。くそ。よし。大した経験値持ってないな。にゃん。そこでずっと待ってたろ。なわけはねえけど。杖の実験台にしてやる。ドキドキ。えい！すげえ HP 減ったんだけど、なんすか？半分になった。ええー！半分になるだけ？名前。くそー、もう何なんだよ、何今の杖。クソ杖が。そんな呪文あったか。ねえよな、あるわけねえな。逆グラビデの杖、どんなんやFF やんけ。わお、はあ、どうすかな。とりあえず銀の矢を一発お見舞いするところから始まろう。届くかな、まだ届かんだろう。あ、でもまあいいか。バヤン、よし、一発死んだ。この二人一気に相手にするのはきついな。でも後ろに逃げてもずっと分岐がないから全員銀の杖は危ない。やめる、勝てー、こっち
超俺勝てえわ。おっち、まあ、飛ばしてくれ。まあいいや、外そう。いいねこの並び、縦必要にしないからいいや。灰色の草、そのまま戻っちゃえよ。こいつには盾必要だろ。よし、ナイス。トルネコの身軽なデブが発揮された。つえー、勝てー。よし、去っていってくれた。お前なんぞ楽勝だ。まあ、さまよう鎧以外は相手にならんな。ドラゴンキラーか。プラス2。あー、期待しない方がいいな。やめよう。装備しね。投げよう。いや。よし、木の矢。矢はほんと重要。矢ないと。矢は、なんだろう、慎重に戦う上では必要になってくる、絶対。だから、もっと不思議なダンジョンでは、不思議なダンジョン以上に、きっと役に立つはず。ピンクの草いっぱい手に入るな。食べていいか。あ、そんなことないな。満タンにしてから、とりあえず。口なしいらん。よし、銀つる、銀の杖振ろう。変化か。強くなったな。逆変化みたいな。変化は弱くなるわけではないのかな。うん、このクソもついらねえわ。死ねえ。なんか罠がある。銅の杖、金の剣もいらねえ。だからいらねえって、覚えてろや。紫の草、草をはむ。ピンク、おや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 。罠なんて気にしてらんねえ。リサタンか。あれ、じゃあ別に近づいてきたりしてなかった。お化けキノコか。いや、使わんでもよかったな。毒草いらん。うわ、増えちった。まあいいや、一発で死ぬだろ。なあ、もう当たってくれや。お、なんだあれ、なんだあれ、エビサタンか。笑い袋だと思った。よし、届いてない。笑い袋ね、いいよ、お金いらねえ。もうなんで外すのかな、なんで外すのかな。ベビーサタン倒したい。2発に1発で死ね、死ね、死ね。なんで外すかな、ちょい、もういいや、まだ外すもんか。いらんわ、いる部屋ばっかのフロアだな。あ、ドラゴンキラー、前も手に入ったっけ。あれ、時の砂使ったわけじゃないよな。あれ、なんだっけ。なんかすげえ装備いいのばっかり手に入るな。なんだろうこれ、いいのか。あ、危ねえ。部屋の中で出したらよくないってこと。なんか来た、死ね、いらん、あたし添えろ。来い。
灰色の草食うか。お、薬草ね。近くに敵いないし、全部食っちゃおう。ここで草を。わお、わお、スリリング。あ、いや、取ればよかった。音切りそう。前潰しそうか。まあいいや。音切りそう。目薬そう。目潰しそう飲んで目薬そうか。あと杖だけだな。ちょっと杖も鑑定してこう。あいつで。あ？起きてない。ビョン。あ？なんだろう。出ない。出ない。出ない？なんだろうそれ。役に立たんだろう。捨てようか。持ってるだけでなんかいい杖。謎だ。ドラゴンシールド。ドラゴン装備出すぎだって。おかしいから。にゃん。痛い。毒消しそ使おうかな。えい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 。つえな。うわ、なんか来た。うえ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 。よし。メダバに沿う。メダバに。にょん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 。あ、13回13レベルなら、順調だな。おう。移動す。にょーん。まったく。罠、やだ、罠、やだ。I wanna hold you. ほら！ほら！いやー、はぐれメタルの盾強いぜ。私もう行っていいかな。部屋あるかな、まだ。うわー、やだ！いや、毒消し持ってるし。よかった。なんもね。ああ、ちょっと罠多すぎねえか、おい。トルネコニャン、もうちょっと注意して進んでくれ。はぐ殺せ。よし。よし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 。嬉しいな。今のダジャレじゃないよ。いやー嬉しいな。いらん。さすがにドラゴン出るところまで持って行って、ドラゴンが出たら切り替えるとか、そこまでするあれはないな。道具的余裕はないな。道具袋的。うわ、嫌だな。あんまり階段から離れていきたくない。もうしぶてー、肉がすげえ。だから騙す気ないだろお前。こっち勝てー。
お前もいらん。いらん。死んだ。それで死ぬかね。わお。パン2個を。よしよし、これで袋にも余裕が全然あるな。ミシキ別のものをバンバン食ってるから、いや巻物は食ってないけどバンバン食ってるからなくなっていくな、どんどん巻物も食う。トルネコ寝とる。それにしても指輪が欲しいな。なんか指輪出てこないな。ちょっと指輪くれないかな。飛ばすなよ、飛ばすなよって。僕行った、逃げた。意味わからん。こっから出てこい。ランラン。くっ、いい、死ねえもん。なんかもったいない。いやもうもったいないけど、まあ経験値ちょっとでも得られるならいいか。パン、パンいっぱいあるな。パンの巻物があるから今回は腹減らずなくてもいけそうな気がする。よく出るんだねパンって。もっと不思議なダンジョンになるとパンは巻物でも出るから結構手に入りやすいと。なるほど、強えなほんと。俺の攻撃力が足りん。俺の攻撃力をアップするために出てきてくれ、はぐれメタル。はぐれメタル出てこーい。お前がはぐれメタルか。色が似てる。お前か。はぐれメタルを追うあまり強戦死状態となってしまったトルネコに未来はあるのか。行きたくないけど行こう。60だっけ70だっけ忘れた。11 23。うわーやめろー。まあ37。外すよ。どうかな。60で爆発すんだっけ。60から70で爆発するんだっけ。覚えてない。今50だからシュート。60から70で爆発する。そうだな、よし。70食らわせれば勝つ。ねえな、一発で死んでほしい。お、なんでもなかった。すまん、石像には悪いことした。お、固まっている人がいる。なんだ、ここも相撲部屋か。親方が全然見てないけど、みんなのこと。罠はいらん、クソもいらん。クソが。親方、あの4人の力士の稽古ちゃんと見てくださいよ。まったく、ちゃんと稽古つけてあげたいから。よし、振ろうか。ちょっと待って、こっちから行こう。これじゃ杖の効果わかんねえな。どうしよう。とりあえず、鉄の杖振ってみよう。分裂した。だよな。分裂。あ、皮膚、分裂。分レって入れたつもりだったけどレが入ってない。まあいいや。出ない。なんだこれ。出ないんだっけ。あ、そうだ。出ないんだ。あ、こい。あ、こい。
コネ。コネ。コネよ。何してる？おい。どこ行った？え？なんで来ないの？来いや。あれ来ない。なんで来ないの？あれ？仲間、仲間一人死んだ。いじめられてたんだな、あん中で。あいつ中に協力してやんねみたいな、そういう空気があったんだな。悪いことしたな、あいつには。名前聞いとくんだったら。なんでお前そんな避けるわけ？メダパに投げ。よし。スカラ！やった！倒してよかった。強いぜ。盾の強さ、14。剣の強さが、大してねえんだな、これ。ドラゴンキラー、5か、小吉。お前なぞ。よし。木の矢6本。あと一発。よし。腐ったパン。いらねえ。なんてことだ。まあいいや。大型地雷じゃなくてよかった。行こう。かまん。にゃーん、かまわなくない。こんな、おい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 、どういうことなんだ。